こんにちは、ムネです。今回は日本代表の鎌田大地選手の弟、鎌田博夢選手を紹介していきます。博夢選手は昌平高校出身、福島ユナイテッド FC でプロデビュー。現在は J2 仙台に所属しており、プロ4年目のようですね。能力の方はパス能力に優れているスルーパス持ち、そしてドリブル能力も高いようですね。将来的には兄の背中を追ってビッグな選手になってほしいですね。それでは鎌田博夢選手使っていきましょう。はい、それでは鎌田弟選手のハイライトを見ていきます。はい、インターセプトですね。はい、ここもインターセプト。守備もしっかりできますと。ここワンタッチでスルーパス。丁寧に通しますね。ここワンタッチシュートですけど決まりませんでしたね。はい、ここ。スルーパス。ニョント選手のスルーパスですね。かなり丁寧につなぎますね。ここ縦に突ける。そしてもう一回もらって、ワンタッチでぐんと前に行く。まあゴールには繋がらなかったですけど、まあ鎌田選手が関わったシーンですね。はい、次は。はい。センターフォードにシンプルスルーパスで決めていくシーンですね。鎌田選手スルーパス持ってるんでね、まあこういうとこ上手いですよね。はい、鎌田選手がサイドでボール受けたシーン。まあこういう風にボールこねることもできちゃいますね。それでは終わります。バイバイ。